大回転は、スキー競技、または、スノーボード競技のアルペン種目の一つ。ジャイアントスラローム、GS、リーゼンスラロームとも称する。同じ、大回転と称しているが、スキーとスノーボードの競技内容、規則、コース設定には、違いがあるので、ここではそれぞれについて記述する。アルペンスキー大回転アルペンスキーでは、回転に近い小刻みのターン技術と、 スーパー大回転の持つスピード感を合わせ持ったダイナミックな種目で人気が高い。アルペンスキーの基本の種目とされることがある。他の種目、特に回転と同様に、工述するフレックスポールとカービングスキーの登場によって競技技術に革新的変化が起こった。スーパー大回転、格好が高速系種目と呼ばれるのに対して回転、大回転は、 技術系種目と呼ばれる。コースの設定は、規定により、それぞれ次の通りとなっている。標高先もあるペン競技で基本に使われるポールは、スラロームポールと称されていて、リジットポールとフレックスポールの2種類がある。大回転では、ターニングゲートのターニングポールにフレックスポールと、アウトサイドポールにリジットポールを使って、フラッグを取り付け、アウトサイドゲートは2本とも、 ビジットポールを使用してフラッグを取り付けることが定められ赤と青を交互に設置しなければならない。また、基本の設置場所に必ずカラーペイントのマーキングを行い全競技中は最後まで消えないようにすると定めている。方向転換数は標高差から計算され FIS レベルでは11から 15%U-16 から14では13から17% エントリーリーグでは13から15%の数としている。基門幅は4メートルから8メートルとしていて、連続するに基門の最も近いポール間距離は10メートル、基門のターニングポールの間隔は27メートル以上でなければならない。基門に使われるポールは、ターニングゲートのターニングポールにフレックスポールを、それ以外はリジットポールを使い、基門に使われるフラッグは、 選手衝突時に簡単に結び目が解ける抜ける、破れるなど絡まっても危険を生じないものであることが定められている。基門設置の例外として FIS レベルの競技会を行う場合のみにおいてシングルジャイアントスラロームと呼ばれるアウトサイドゲートを設置しない基門設定を行う競技会が行われることがあり、 この場合は FIS によるシングルジャイアントスラローム競技の規則を適用の上でアウトサイドゲートを仮想とした上で大回転競技のすべてのルールを適用している。選手はこれらの規定等によって設置されたコースを通常は2本滑走するが次の例外がある。U14 カテゴリーの競技会において主催者側が滑走数を1本と決定した場合ジュリーにより2本目の スタート人数を半分まで減らすことが認められているため、その決定によって2本目のスタートから除外された。選手上述したように、カービングスキーの登場による技術的革新により、滑走速度の高速化の傾向にあり、選手の負傷数の増加が問題となっていた。そこで、意図的に過度に滑走速度が上昇しないよう、スキーの長さ、回転半径等に規制が設定され、 たびたび改定が行われている。当初は FIS 公認レース及び SAJ の公認レースでの全長は男子1 8 5トル以上、女子1 8 0トル以上、回転半径は r 2 1ルとなっていた。2008シーズンでは一部、2009シーズンからはすべての公認大会で回転半径は男子 r 2 7ル 女子 r 2 3ルが適用されていた。2013シーズンからは一部、2014シーズンからは全ての公認大会で、全長は男子1 9 5トル以上、女子1 8 8トル以上、回転半径は男子 r 3 5ル女子 r 3 0ルが適用されていた。2019シーズンからはコンチネンタルカップにおいて全長は、 男子1 9 5トル以上、女子1 8 8トル以上、その他カテゴリーにおいて全長は男子1 8 8トル以上、女子1 8 3トル以上、回転半径はすべてのカテゴリーで男子 r 3 5ル、女子 r 3 0ルが適用されている。ユースカテゴリーにおいて、K2 では男子、 女子ともに全長は1 8 8センチメートル以下、回転半径は r、K、1 7メートル、K1 では男子、女子ともに全長は1 3 0センチメートル以上、回転半径は r 1 4メートルとなっている。この他にもスキー板の最大高さやスキーブーツの最大高さが設定されている。ヘルメットは装着義務があり、FIS による 安全規格基準が定められ、現在は FIS ステッカー RH2013 適用品のみ認められている。なお、FIS や SAJ 以外の主催競技会については、この限りではないこともあるが、安全面等から規則が FIS や SAJ のものに準じるケースはある。アルペンスノーボードでは1998年、長野オリンピックより大回転が公式競技となり、 2002年、ソルトレイク式オリンピックよりそれに変わる形で、パラレル大回転が、冬季オリンピック公式競技となっている。この種目は、大回転競技が一つのコースを、全選手が一人ずつ滑るのに対し、並行して設定されたコースを二人が並んで同時に、滑走する。まずは一人で一本滑ったタイムで予選を行い、上位16位までが、決勝トーナメントへ進出。 決勝トーナメントでは2名が同時に滑走し、速いものが勝ち抜けていく。タイムが重要であることは変わらないが、競技の展開上勝者と敗者、早いか遅いかが一目瞭然で、感染の娯楽性がより強い競技になっている。ありがとうございます。